社会人生活を経て30歳で遅咲きのデビューを果たした菅氏香を52。それから間もなく初めて作詞のみを手掛けたのがスマップの夜空の向こうだった。20年以上音楽一筋で生き、難聴や所属事務所からの独立など苦境もサバイブしてきた。今も一人スタジオにこもって曲を作り、曲ができない時にはデビュー前と同じかそれ以下まで落ち込む。業界の変化やスランプをどう乗り越えてきたのか。ライター内田雅樹、撮影野村咲子、ヤフーニュース特集編集部。自らライブハウスに連絡を入れ、カズと全国各地を回った。音が遅れて聞こえる。で、首を振ると悪い方の耳からヒュンヒュンと音がする。それが聞こえ始めると絶対やばいことになるんです。2011年、菅氏香は突発性難聴を患った。原因は特定できないが、思い当たるのはストレスだった。発症する直前、彼はデビューから14年にわたり所属していた音楽プロダクションと独立のための交渉に当たっていた。先行きの見えない不安とプロモーションの激務から心身ともに衰弱していた。発症当初、聴力が低下したのは右耳だった。その後、開放と悪化の一進一退を続けていると、今度は左耳の聴力も変調をきたした。今はもう突発性じゃない。突発性って片方しかならないの。最近はまた右耳がダメ。もはや慢性だね。時々急にガクンと聴力が落ちて立っていられなくなるほどのめまいに襲われる。1年に1回はやばい時があります。リズム感が悪くなるし、ライブでもバンドとの演奏で俺だけが間違えていても気づかない。レコーディングの追い込みで来られるとトラックダウンもできなくなってしまう。突発性難聴からこれまでの8年は菅にとって挑戦と変化の時期となった。発症からほどなくして菅は独立した。理由は独立の3年ほど前から感じていた危機感だった。俺は景気が良かった、音楽業界の恩恵を受けた最後の世代でした。俺がデビューした90年代はまだ動画や音楽の配信サービスもなく、 CD もよく売れて業界全体が潤っていた。アーティストの活動パターンは今より限られていたけれど、景気が良かったせいで多くの人が何の疑問も持たずそこに自分を当てはめていた。でも俺はそんな状況が長くは続かないと思っていた。菅の予感は的中する。1998年に迎えた売り上げのピークを最後に音楽シーンはCD 不況へと突入した。これから先はアーティストそれぞれが自分に合った活動スタイルを構築していくべきだと俺は思った。ただ、組織の中で俺だけが勝手な動きをするのは申し訳ないから、プロダクションを離れた方がいいと判断したんです。独立後、菅はインディーズで活動。自らライブハウスに連絡を入れ、公演の予約を取り付け、自分で必要最小限の機材を運びながら、一人で全国各地を回った。知名度はあるものの、集客のための告知ツールは、SNS と無料のメールマガジンのみだった。どうサバイブしていくか。あの時期は、その一点だけで頑張っていました。この頃、最高傑作と自分で胸を張れるアルバムを作って、デビュー20周年を迎えると当座の目標を掲げた。そして、2014年に再びメジャー契約を交わすと、2016年には人間の暗部を濃密に描いたアルバム、ザ・ラストをリリース。17年には埼玉スーパーアリーナで、
デビュー20周年の記念フェスを盛大に催した。目標は達成された。才能もないのに無理して頑張って傷つきたくない。自分の意思を一人で行動に移すような生き方は幼少期から身についていた。子供の頃から和してどうぜずの精神でした。同じ目的があれば人とつるむのもいいんだけど、目的もないのにつるむのは嫌だった。だからずっと一匹狼な感じで生きてきた。わがままな性格ではない方だと思うけど、協調性も乏しかった。バンドでデビューするなんて全くイメージが湧かないぐらい共同作業が苦手でしたね。東京の下町育ち、一人っ子だった。小さな新聞社に勤めていた父と、築地の魚市場で働いていた母の下で甘やかされることなく育った。うちは極めて個人主義的な家風で、しかも自分が欲しいものは自分で働いて買えみたいな家訓があった。中学の時も自転車を欲しがったら、じゃあ働けばみたいな感じでかっこ笑い。住み込みで近所のこんにゃく屋さんを手伝ってもらったお金で自転車を買った。高校に入ってからもギターやバイクはすべてバイトで賄っていました。ほぼ毎日バイトしていた。大学に入ってからもずっと働いていたから、卒業後の就職にも何ら抵抗がなかったんです。デビューは30歳の時。社会人生活を経ての遅咲きだった。デビューが遅かったのは自己防衛していたから。才能もないのに無理して頑張って傷つきたくなかったし、貧乏になって親に迷惑かけるのも怖かった。実際若い頃は才能なんてないと思っていたし、友達にはプータローをやりながらプロを目指していたやつもいたけど、いや俺はいいわという感じだった。だが1997年にシングルヒットチャートを駆け抜けろでメジャーデビューを果たす。なぜかあの時根拠のない自信があったんだよね。30歳を迎える前に一念発起した。根拠のない自信でもないと人って案外と動けないものなんですよ。俺会社を辞めた時曲が4曲しかなかったんです。よくデビューしましたよね、かっこ笑い。才能はあった。10枚のオリジナルアルバムは全てオリコントップ10入りを果たしている。1998年スマップに歌詞を提供した夜空の向こうはミリオンセラーを記録し、2002年には中学校の音楽の教科書に掲載された。作家村上春樹も菅の歌詞を高く評価している。著書意味がなければスイングはないでは、菅氏顔の柔らかなカオスと題した章で歌詞の文体について綴り、情景がすっと目の前に立ち上がってくると評している。しかしそれでも菅は自身の才能についてよくわからないと首をかしげる。だって歌詞を書いているの俺じゃないから。桜井くん、ミスターチルドレンの桜井和俊も一緒に飲むと、歌詞を書くとき自分で書いていないでしょって言います。いや確かに自分で書いているんだけど、すごいスピードでコントロールが効くわけでもなく、なんだか知らないうちに突然出てきて気づくとできちゃっているんです。それがいい歌詞だと俺天才じゃんと思うけど、かっこ笑い。もう一方でこれ本当に俺が書いたのかと疑問に思う時もある。だから仮に明日はい書けなくなりましたという日が来ても、そうですかと納得するしかない。書ける理由がわからないということは、多分書けなくなっても理由がわからないだろうから。それを考えると怖くなります。スマップの他にもこれまでに嵐やカトゥーン、山本彩、
リトルグリーモンスターなどへ楽曲を提供している。2015年からは周囲のリクエストに応えてプロを対象とした作詞講座菅塾を不定期で開いている。ギャラは取らず、たまに受講者たちのカンパで食事をおごってもらう程度だという。歌のサビなんて別に必ず結論を言わなくてもいいし、記事じゃないんだから間違ったことを言っていてもいい。俺はこう思うんだでもいいんです。でもみんな意外とそこに気づかない。そんなことを話す場になっています。精神年齢はどこかの時点で止まったまま。歌詞は大抵飲酒している時に生まれる。基本はワイン。開けた本数は数知れず、もはや作詞のための必要経費と笑う。俺は精神年齢がどこかの時点で止まったままなんだと思います。でも中二病みたいな歌詞を書いている一方で、友達からは息子の就職が決まったというメールが届く。恥ずかしくなるんですよ、かっこ笑い。だから現実と切り離すために飲む。実生活では自年齢に見合う常識や理性が備わっていないと、いろんな場面で怒られるじゃん。でもそれ全部取っ払っていいよと言われたら、俺の歌詞みたいな感じの人たくさんいるんじゃないかな。新作の作詞でも結構飲みましたね。大都会の中で割といい子にしてきて、大都会の中で破裂寸前だよ。大都会の中で天に祈ってても、大渋滞のせいで天使なんか来ない。あなたは神を信じますか？いや、まだ見たことがないです。労働なんかしないで光合成だけで行きたい。3年ぶりのニューアルバムは労働なんかしないで光合成だけで行きたい。まずタイトルのみを SNS 上で解禁すると、そのインパクトからしばたたく間に拡散されていった。ずっと以前に書き留めておいた言葉でした。解禁した時点ではまだ誰もアルバムを聴いていないから、人は働くためだけに生まれてきたんじゃないみたいな作品だと多くの人に勘違いされてしまった、かっこ笑い。でもそうじゃなくて、表題曲では人の幸福感についての問いかけを歌っています。全員10曲の収録曲は全てアルバムのために書き下ろした新曲だ。渾身の前作ザ・ラストを作った直後、菅は燃え尽き空っぽになり、スランプに陥った。そんな彼を不調から解き放ったのは街の風景だった。ある時、街を歩いている人たちや電車に乗っている通勤通学の人たちを見て、この人たちのイヤホンで流れたら心地よい、曲がってどんな曲だろうと考えた。するとスターマインという曲が生まれました。二人で見たその花火は水の輪のように広がって、きっとこれでフィナーレだよって君が言うたび、花火はまた上がるんだ。俺はこれまで聴いてもらうためだけに曲を作ってこなかったし、出来上がった音楽をリスナーがどんな場面でどう聴いてくれるかもお任せしますというスタンスでした。でも今回初めて自覚的にリスナーの顔を思い浮かべて曲を作りました。歌詞が思うように浮かばず、ただ黙々と考えながら自宅とスタジオの間の十数キロを歩く日も続いた。もう20年以上活動しているのに曲ができないと、デビュー前と同じかそれ以下まで落ち込みます。すごく苦しいしストレスもたくさん抱えます。でも夜中までずっと音楽のことを考えて、明け方に寝て起きてまた音楽をやれる生活が許されている。自分の人生をかけて音楽をやれることに最上級の喜びを感じている。毎回苦しいけどやっぱり楽しくて仕方がないんですね。独立独歩音楽一筋、今は溺れてももがかない。
俺は音楽を職業としては捉えていないんですと、菅は言う。だって書きたいことがあって、好きでやっているんだから。アーティストがやりたくない仕事をやらなきゃならないのはおかしな話だし、俺が付き合っているアーティストの友達も、やっぱり音楽を職業と捉えていないやつばかりです。食べていくために、長く続けるためにとか言い出した時点で、いい歌なんて歌えなくなりそうだし。書きたい曲を書いて、それを聴いてくれる人がいなくなったら、いつでもインディーズに戻る。それぐらいの覚悟がなかったら、アーティストなんてやらない方がいいと思う。独立ぼっぽ。ただ一人、音楽一筋で、デビューから22年を過ごしてきた。でもね、昔の世の中には、大きな目標を持って頑張ることが美徳です。みたいな空気もあったけど、今の世の中って、10年はおろか、5年や3年の単位で、状況が更新されてしまう。あれ?目標、消えたぞ?ということにもなりかねない。だから、やりたいことが見つからない、どうしていいかわからないという生き方だって、俺は全然ありだと思う。むしろ、あまり目標を絞りすぎず、身を柔らかくしておく方が今っぽいし、チャンスもつかみやすいんじゃないかな。そして52歳の今、一つ気づいたことがある。本当に辛い時って、溺れてももがかないことが大事なんじゃないかなって。溺れている時って、経験値がないと必死でもがくんですよ。そうすると体力を消耗して、かえって沈んでしまい、上も下もわからなくなってしまう。でも、もがかなければ、体は自然に上へ上へと上がっていく。何ヶ月でも、もがかずに、どこまでも耐えること。俺が言えるただ一つのことですね。